1月4日年始め筋トレ頑張ってきますわ。めんどくさい。はい、早速新年一発目追い込んできましたよ。だるかったあ、まあまあ正月ずっと本当に食って寝てっていう罪悪感はいっぱいあったから、まあまあせめて久々の運動しようかっていう気持ちはあったけど、でもだるかったな本当に。あと半年、まあ5ヶ月か、あと5ヶ月で1年経過継続したことになるけど、どうなるだかね体もうちょっと目に見えて変わってくるなら、ちゃんと続けようとも思うけど、よくわかんない、しんどい。結局さ、バーベルカール25キロやってんだけど、チビバーベルを作るのがめんどくさいから、あの重りつけてストッパーつけてっていうのが、もう25キロなら半分の12キロずつを持ってこうやるかこうやるかやろうと思って、前回こうやってたんだけど、ダンベルでちっちゃい方ね、ダンベルで両方こうやってるやついないやと思って周り見たら、別にそんな気にしないでいいんだけど、だからみんなの感じで、まあ大概なんか片手だけでこうやってんだけど、まあそれ時間もったいないからせめてこうやろうと思ったけど、12でも重いんだよね。25、まあそれもしんどいんだけど、片手だとより安定感なくて怖くて、で結局なんか5回ずつの10回でああ無理だってなっちゃったから、結局組み立てんのめんどくさいけどチビバーベル作っちゃった。チビバーベルで25キロふんがふんが言いながら、やる方いいや、安定するのかな。まあ何でも自分なりの一番いいやり方を模索して、まあ自分を上手に追い込めればいいと思うし、それで結果が出てくればなかなか結果は出ないけど、お腹とか一旦頑張りますわ。年末は鬼の中3日スタイルで詰め込んだけど、もう一旦中4日スタイルに戻そうまああとはスケジュールにもよるけど、事務所ライブやいろいろ用事とか、まあだるいけど頑張ります。リケもっとちゃんとまくんないと成果がわからない。リケ